2023不幸自慢コンテストエントリーナンバー10うだつの上がらないマーゴさんからいただいております。行きましょう。不幸自慢。うつ病になって社会復帰が困難になってしまいました。それにより金銭面がとても不安定になりました。なのに出費はかさんでしまいどんどん貧乏になりました。金銭的にも時間的にもということで。 まあ実はね、うちの母ちゃんもね、相うつ病でもう何十年相うつ病で、まあ何回か病院に一緒に連れてったりとかしたこともあるんですけど、うちの母ちゃんもうつ病なんですよ。で僕自身も一応その DNA とかね、母ちゃんの遺伝子をつ、ついでるので、僕もうつ病気質があるんですよ。だけど、まあ引きこもりしてた時もありますからね、僕ね。うん。だけどまあ、ビジネス勉強していろんな考え方ですね。 だからその気質はあるんだけども、いろんな考え方勉強して、で、それをまあリカバリーしてきたっていう。で、今もリカバリーしてるって感じですね。で、僕も落ちたら落ち、落ちるので、とことん。落ちたらとことん落ちるんで。うん。だからまあ表面上はね、まあこの福岡自慢コンテストも、あの、トゥリーナバーみたいな感じで読み上げてますけど、まあそれはまあ頑張って読み上げてるだけであって。<laughs> 根っからねだからさんまさんは何か根っからなんかそういう人みたいなんですけどもだめっちゃ喋れるみたいなね根、ね、っから喋りが好きみたいなで僕はなんかあのマインドでこう変えて変えてる行動,行動コントロール変えてるっていう感じですねいや感情でその,の要は感情で人間って感情の生き物で感情に支配されるとだからその落ち込んでしまったらその感情に支配されてもう最終的にはうつ病みたいになったりとかするじゃないですか 感情の生き物なんで、感情でこう、モチベーションが上がりませんとか、あーだこうだやってると、ビジネスできないんですよね。だからそれを思考でこ、思考でコントロールしていくっていう。じゃあこういう状況の時はどういう考え方、こういう状況の時はどういう考え方、こういう状況の時はどういう考え方。だいろんなマインドセットをね、勉強してきて、で、まあ対応してるって感じですね。ただまあ僕自身も、 うつ病気質はあるっていうのは自分で、だから自分で理解してるからこそめっちゃマインドの勉強してきたっていうのもありますからね。うん。はい。じゃあちょっとアンケートの方行きましょうか。今年最後に聞いておきたいことですね。つまり来年取り組むべきビジネスジャンルは何かということです。ビジネス系は、えー、まるまる一興になってる気がして、なかなか収益の上限が決まっているのではと感じています。 すいません。僕はあの、ドリームアカデミアっていう塾をやっておりまして、もうずっとコンテンツビジネスし、めっちゃええねんっていうね。これからもその先もずっとめっちゃいいでって言ってるので、来年も再来年もずっとコンテンツビジネスやりましょうって言い続けますね。うん、僕はまあ、まあね、人それぞれ考え方が違うので、もちろんね、そのトレンドによってね、その儲かるジャンルとか出てきますよ。それ出てくるんだけども、ある一定ずっといける。 っていうのは僕はまあコンテンツビジネスは最強だと思ってるので僕はね19年いろいろビジネス見てきました裏も表も裏の裏のいろんなの見てきたけどもまあコンテンツビジネスが最強だなと僕は思ってます人それぞれその思い方は違うかもしれないですけどただ19年見てきてこれ最強だよと思ってるから塾もやってるしそのやってるの教えてるねうんでも結局その 何が儲かるかっていう、その、その、何が、今年はこれ、なんだ、これもコンテンツ情報ビジネスなんですよ。結局、そういうニーズがあるわけですよね。今年は何がトレンドで、一番何が最短最速で儲かるのかっていうニーズがやっぱ、もう消えないんですよ。じゃあ、そこに何を投の、その市場に対して何を投入してるかっていうと、今年はこれが儲かるっていう情報発信。これが今年は儲かるっていうコンテンツビジネスをやってるわけですよ。<laughs> わかります裏を返すと。裏を返すとね。 だ結局全部情報発信だし全部情報操作だし全部コンテンツビジネスになってると僕は思ってるんですよだからそれのトータル的に客観的に何が動いてるのかっていうところだか,だから結局多分ねこの,ポこのポジショニングだと毎回毎回何が儲かるのか何が儲かるのかっていうのを追い続けないといけないので結構しんどいかなと思いますねだからその世の中って何で動いてるのっていうまあ8割9割情報操作ですからね だから今年も株がすごいブレイクしましたけど、株もね、情報操作なわけですよ。間違いなく。で、情報が出なければ、まあもちろん事実として株上がったっていうのもあるんですけど、それに便乗して、まあ新型ニーサとかニーサも結構出てきてね、まあ国が汗にしてる部分ありますけども、要は情報がたくさん出てきたからなんですよ。だって昔も相当昔から仮想通貨もあったしねで、仮想通貨も要は情報が出れば出るほど、 人々の関心が出るし、でも怪しいっていう情報が出るが出るほど撤退するし、で、また仮想通貨がまたぶり返して暑いってなって、また暑く、みんなまあそっちに行くしって話で、本当にもう情報なんですよね。だから投資とかはもう特にあれですよね。例えば経済指標が出た時に、じゃあ今後どうなるみたいな、その情報が出てく、出ることによって株が操作動くわけじゃないですか。なんで相場が動いてるのその情報をもとに、その情報を 人々がどう受け取ってどう行動するか。それで株価が動いたりとかね、相場が動いたりするわけじゃないですか。でも全部情報操作なんですよ。最近なんか戦争も情報戦と言われてますからね。戦争も情報戦みたいなこと言われてるので、メディアを制すみたいな話ですよ。うん。だからこのね、ほんとね、情報ビジネス、コンテンツビジネスっていうのは本当最強だなと思いますね。マジで。 うんだから僕はまあずっと情報ビジネス、コンテンツビジネスをね、お勧すすめしますので、うん。だから来年というか今からあのコンテンツビジネスに取り組んでいただくと非常にいいんじゃないかなと思う。しっかり勉強してね。で、これは消えないです。世の中から情報が消えないですし、情報操作も消えないので、だからこれも操作されてるんですよ。だからその売りたい人がいるわけじゃないですか。その、ね、その,の、この最新のノウハウですよって売りたい人がいるから、その情報が出るわけじゃないですか。 株の情報を売りたい人がいるから株の情報が出るだけであってなんかそういう視点で物事をニーズ情報を取れるようになってくると、まあ、何一番やった方が利口なのかなっていうのは分かってくるんじゃないかなとは思いますけどねで情報はしかも無限像に変化でできるんですよ、ね情報。例えばさっきも今年はこれが暑いですよ来年はこれが暑いですよっていうのは発信すればいくらでも情報いけるわけじゃないですかそれって。 うんだからね、情報はまじ神ですね、と僕は思いますけどね。はい。ということで、えー、いただいた内容についてちょっと回答させていただきました。ご視聴ありがとうございます。